マドリード植物園のカバニレスの銅像モナデルフィ、クレイシス・ギサーテシャネス・デセムの図版アントニオ・ホセ、カバニレス・イッパロップは、スペインの植物学者、博物学者である。バレンシアに生まれた。バレンシア大学で哲学や神学の学位を取り、1772年に司祭に叙階された。パリにスペインの公爵、デューク・デル・インファントドの子息の家庭教師として赴き、植物学者のアンドレ・トワンやアントワーヌ・ローランド・ジュシューの指導を受けた。スペインでリンネの分類法を最初に受け入れた科学者であった。パボンやルイスらのチリやペルーの探検隊やヌエバ・エスパーニャの探検隊がスペインにもたらした植物の記載を行った。自らもイベリア半島の採集旅行を行い、野生の植物の分類を行い、6巻の著書、スペインの植物の図と解説に成果はまとめられた。1901年にオルテガに代わってマドリード王立植物園の園長に任命され、1804年に没するまでその職を続けた。フンボルトやボンプラン、ビルデノーらの国際的に有名な学者と交流し、植物種や標本、文献を集め、植物園をヨーロッパ有数の植物研究拠点に育てた。カバニレスの残した標本や図版、原稿はマドリード植物園に保存されることになった。弟子に1815年に王立植物園長となるマリアーノ・ラガスカイ・セグーラやデロハスらがいる。キャブは植物の学名で命名者を示す場合にアントニオ・ホセ・カバニレスを示すのに使われる。ありがとうございます。